関西国際空港をベースとするピーチアビエーションは、国内初の本格的 LCC として2012年3月1日に就航しました。本日私のピーチの初便の就航の日を迎えることができました。日本の航空業界にとりましても新しい時代の幕開けでございます。ぜひ関西らしさを生かした、そんな日本初の本格的 LCC になりたいというふうに願っております。初便の新千歳行き MM101 便はチェックイン端末のトラブルや搭乗客が記念撮影を行う人が続出したため、定刻7時の予定より29分遅れ、目的地の新千歳へ向けおよそ170名の乗客を乗せ離陸しました。関西国際空港から新千歳への運賃は4780円から14780円、関西国際空港から福岡への運賃は3780円から11780円というLCC ならではの低価格です。やっぱり景気が今悪いんで、安い航空会社が出て人の動きが良くなって景気が良くなったらいいなとは思いますけど、はい、もう予約初日に取りました。はい、そうですね、国内旅行するのにこんだけ安かったら使おうかなと思ってますね。今後7月にはジェットスタージャパン、8月にはエアアジアジャパンが成田より就航が始まります。欧米やアジアに遅れ、日本は今年本格的 LCC 元年を迎えます。関西国際空港をベースとするピーチアビエーションは、国内初の本格的 LCC として2012年3月1日に就航しました。それでは就航初日の記者発表会や当日の様子をご覧ください。ご搭乗のお客様の皆様、本日は早朝からお越しいただきまして誠にありがとうございます。またご来場の空港関係者の皆様、そして報道関係者の皆様、早朝からこのように多数の皆様にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。皆様の温かいご支援と励ましをもちましてですね、本日私のピーチの初便の就航の日を迎えることができました。誠にありがとうございました。また本日は日本の航空業界にとりましても新しい時代の幕開けでございます。私どもはその歴史的節目に立ち会えるということをですね、社員一同喜びをかみしめておる次第でございます。またピーチは関西空港、ここ関西空港を拠点とする初めての航空会社でございます。ぜひ関西らしさを生かした、そんな日本初の本格的 LCC になりたいというふうに願っております。さて、今日これから電車のように手軽な新しい航空輸送サービスが始まります。電車のように人を介さない手軽なチケット販売、手軽な空港チェックイン、また電車のように指定席、自由席の区分による座席販売、そして電車のように運賃以外はすべて有料オプション化するサービスなどなど、しかし皆様、ピーチのサービスコンセプトはまだ出来上がったばかりではございません。これからぜひ関西の皆さんとともにですね、日本初の LCC のサービスとはこういうものなんだというコンセプトを作り上げていただきたいと思います。安全と運賃のお手頃感には自信がございます。ぜひ皆さん、どんどんお乗りいただきまして、どんどんご意見をお寄せいただければと思います。さあ、
いよいよ航空新時代の幕開けの時が参りました。皆様、身近になりました空の旅をこれから命一番にお楽しみいただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。よろしくお願いいたします。それではこれからですね、保安検査場をオープンいたします。はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。LCC 今年いっぱい出てきますけれども、何か期待することとかってありますか？安くなってくれて、人の動きが活発になるといいと思ってますけど、はい。以前 LCC って海外とかで乗られたことあります？まだ今回は初めてなので、はい。どういう期待をしてますか？やっぱり景気が今悪いんで、安い航空会社が出て人の動きが良くなって景気が良くなったらいいなとは思いますけど、はい。期待はそんなに難しくないですけど、すみません。行けました？行けました。ありがとうございます。すみません。何が原因だったか分かります？分かんない。読み取れなかったです。ニューヨークまで行くんですけど、ほんま痛みの間ニューヨークやってんけど、この便が出るで友達が乗るから、こっちわざわざ看護から成田行ってこの便を見送ろうと。見送ろうという、そうそう、これが同じ日やったから残念に思って、あとは仕事がキャンセルできたらこっち乗りたかったんけどダメでした。はい、やっぱりね、期待みんなかかってるし、結構何ヶ月、2ヶ月ぐらい前から期待を置いてたからね、とそれを見て乗りたいなと。やっぱりね、この一番最初の、LCC やし、あと国内ね、これからどんどん安く、早く、速やかに乗れる航空会社をみんな作っていってほしいと思います。ちなみにおいくらで買われたんですか、このチケットは？これが往復で1万2000円ぐらいです。片道にすると6000円。めっちゃ安いですね。どうでした、6000円のチケット取れた時の感想は？札幌まで6000円って今まででは考えられました？考えられるよ。じゃあ札幌行って何しましょう、今日は乗って。ラーメンでも食べます。楽しんでください。ただいまから保安検査を開始いたします。 TG101 便ご利用のお客様は保安検査場へお進みください。Thank you.
ちょっと